Okay, E-Radio 77.0. Come together, all you radio lovers. Beginners are welcome. Charge.FM 滋賀 E ラジオ大津パルコにあるサテライトスタジオ、スタジオ7からパイセンこと杉浦直哉がお届けしています。チャージ、今日はこの方々に登場していただきます。それでは自己紹介お願いします。カレンデリアでーす。どうも、どうも。カレンデリアボーカルのメイリアです。はい、コンポーザーのトクです。よろしくお願いします。お願いします。なんかゆるい感じだもう3回目なんで。そうっすよね。はい、お久しぶりです。ね、去年の8月に続いて3度目の出演になります。うんうん、もうありがとうございます。僕勝手にファミリーぐらいの感じを持ってます。ありがとうございます。もうやった、嬉しい。じゃあファミリーとしてあえてざっくりとした質問からいきたいんですけど、はい、最近どうすか？ざっくりしてる。いや、まあこの、まあ、半年ぐらいですかね。そうですよね。うんうん、この半年ファーストとセカンドでお邪魔していただいて、で3枚目のブレイジングを出して、はい、でそのブレイジングをやりながらアルバムの制作をやってましたね。つつみたいな、はい、本当に目まぐるしい1年というか、そうですね、景色がどんどん変わっていく1年だったなっていうのをすごく感じてますね。去年3月にデビューさせていただいて、そこから本当ノンストップでやってる感じはします、ね、ずっと曲を作り続けてる感じですね。休みなし制作。いや、ありがたいことなんですけど ね、嬉しいですよね。いや、でもさっきブレイジングって出てきましたけども、はい、僕ガンダム好きでいや、もう最新作 G のレコンギスタの、まあ、主題歌になってるんですよね。そうなんですよ。そうだから、ファーストセカンドと来てくれて、はい、でサードがそのブレイジングじゃない、はい、あれみたいな、あれいつ来てくれたかなと思ってすいません本当に、間が空いてしまいました。間が空いちゃいましたけど、でもバッチリね、アルバムにも収録してるので、うんうん、このタイミングでお邪魔させていただきました、はい、いやでもガンダムってやっぱり他のねアニメの主題歌もされてますけども、うんうん、やっぱりこう歴史もあるし、そうですね、どうでした、なんかこう決まった時とか制作とか。いや本当に、まあ、まず決まったっていう電話をもらった時は、はい、私たちでいいのかみたいなのと、はい、嘘でしょみたいな、またみたいなでしかも富野監督が、うん、久しぶりに監督をやられる、ね、務めるっていう作品だったし、うん、まあ、ガンダム35周年記念の、はい、作品っていうのもあって、うん、でも、まあ、その大きなガンダムというアニメの歴史に私たちの名前が刻まれるということで、はい、まあ、ここは気合を入れて作るしかないねみたいな感じですごい頑張って作りましたよね。そうですねなんかミーティングとかもあって大変だったみたいな。そうなんですよね、うん、富野監督と制作の前に一度打ち合わせを直接お会いして、はい、うん、他のアニメでそういうことってあるんですか？今までなかったですよね。ないですね、本当に監督さんにお会いするのって終わった後の打ち上げぐらいでじゃあもうお疲れ様でしたみたいな、できましたっていうところであって、ね、はい、なのでなんだろう、曲作る前にね、会うのは本当富野監督が初めて、ね、へえ、うん、まあ、それだけこう曲にもこだわりがあってっていうことですよね、はい、そうですね、だから何度も、まあ、いろいろやり取りを重ねて、うん、結構すごい時間かけましたよね、ブレイジングに関してはね。確かに歌詞とかね、歌詞もすごいありました。私が書いてるんですけど、はい、私がデータで送ったものに対して監督が PDF、 まあそれを紙に印刷して、はい、赤ペンで、へえ、一行ずつ検索してくれるみたいな。そうなんですよ、うん、もうなんか赤ペン先生みたいな感じで、うん、語尾はもうちょっと強くしてほしいとか、この漢字は使わないでほしいとか、なんかそういうすごい細かい、なんか見え方もすごく気にされる方で、うんうんうん、そういうのもあって何回もやり取りを重ねて、歌詞ワンコーラス書くのに1ヶ月かかってますね。やり取りがね、最強に長くだから、すごいな、かけた楽曲ですね。なのでまあ自分たちの思い入れもすごく強い曲になったし、うん、皆さんにも聴いていただけたら嬉しいなっていう感じです。で、まあ、そういうのもありながら、うん、しかもアルバムの制作もすぐやってっていう。そうでしたね、めちゃくちゃ忙しい、うん、だって去年の3月にデビューですもんね。そうなんです、はい、まだ1年経ってない。そうですよねそうなんですよね、うん、意外とすごいな。じゃあ本当に忙しい期間で、うん、ありがたいです ね、でもね、うん、はい、この番組ね、3回も来ていただいてるんですけど元気を届ける番組ということで、はい、なんかこう疲れた時とかに、うん、これ食べるとかっていうものってあったりしますか？そうっす、僕は結構果物
果物をスムージーにしたりとかっていうのは、はいはいはい、結構元気になれる。女子力高い。そう、毎朝スムージー飲んでみたいな感じですか。そうそう、そんな感じですね。ファンの方が女子力高いんですよね。もう最近それがだんだんあのファンの人たちにも伝わっていって、徳さんの女子力っていうのがちょっとネタになってるんですけど。じゃあそんなメイリアさんはどんなものを。私は、うん、でもあの占い師さんになんか占ってもらったら、はい、アップルパイを食べると運気が上がるって言われて、はい、なんかちょっとそれを聞いてから、うん、アップルパイめっちゃ食べてるんですけど運気上がるといいなみたいな、うん、アップルパイだけじゃないですよね。でもなんか不思議ですよ、なぜアップルパイなのか。なぜアップルパイなのか。でもなんかアップルパイって言われたから、うん、まあ、それが元気の源っていうことにしときますっていうことにしといてっていうことですね、はい、はい。いやでもちょっとお二人ともじゃ あの甘いものを食べて元気もらってるっていう。確かにそうです ね、 そうね、糖分だと、うん、そうですよ、はい、で今週末ですよ、バレンタインが、うん、あそうです、まあ、やってくるわけですよ。そうじゃないですか、うん、ね、もうお二人ね、あ、まあ徳さんは男性ですしもちろんですけれども、はい、メイリアさんもあのモデルとかされてて女性のファンもね多かったりするんで、はい、もうめちゃくちゃチョコとか届くんじゃないですか。うそー、欲しいとか言う。いやもうそれこそトラックいっぱいみたいなことになるじゃないですか。いやいやいや、そんなことはない。したらすごいね。ちなみになんかメイリアさんから徳さんにチョコあげたりみたいなことはないですか。あ、でもあのいつも毎年スタッフの皆さんとかにも、はいはいはい、あの作ったりとかして、へえ、渡したりとかもね、うん、してますよね、はい、徳さんにも。いただきました、うん、女子力高い徳さんは自分でチョコ作ったりはしないですよね。うーん、でもケーキ作ったりしますよね。マジですか。簡単なシフォンケーキみたいな。すげえ。炊飯器で作るやつとかですけど、ね、いや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 、でもそれでも主婦ですよね、主婦。ここまで来るともう意外な一面。そうなんですよね。そう、じゃあ今年ちょっとどうすか、みんなにチョコ。そうっすね、スタッフの皆さんとかにね、でも2月11日に、はい、あのワンマンがワンマンライブがあるので、はいはいはい、まあ、そこで、まあ、チョコの代わりに皆さんに歌を届けるのと、なるほど、はい、うん、あと、まあ、スタッフさんにはチョコレートあげたいなって思ってますけどね。わかりました。、はい、じゃあなんか今年のバレンタインはこうだったよみたいなツイッターの報告とかもね、はい、待っております。ぜひぜひ、はい、さあそんなですね、はい、ガルニデリアのお二人なんですけれども、うん、先月の1月21日にメジャーファーストアルバムヴィンケージリング、はい、こちらがリリースされました、はい、あのガンダム G のレコンギスタのそのブレイジングももちろん入ってて、はい、あとはですねキルラキルとか、魔法科高校の劣等生というもう本当に大ヒットアニメ主題歌3曲含む13曲収録されていると。はい、しかもこれ新曲が7曲も入ってるって。そうなんですよね、はい、すごい入れちゃいましたね。忙しいのにちょっと自分たちの首を自分たちで締めるっていう感じになったんですけど、でも気合で、うん、なんかやっぱり新しい曲たくさん入れたいなっていうのもすごかったし、あの新しい一面をこのアルバムでより多くの人に知ってもらいたいなっていう思いがすごく強かったので、はいはい、7曲っていう、まあ、結構すごい多い数字ですけど、うん、新曲だからそこで私たちの新たな一面を知ってもらいたいなって思ってます、うん、だから本当にこうこのガルニデリアの、まあ、まだ1年経ってないですけどものすごいこう、はい、濃厚な、ね、この期間の勢いとそして、まあ、原点みたいなところもきっちり、はい、あの入ってる、まあ、今のガルニデリアっていうのはこういうもんなんだっていうのが、うんうん、あのしっかり感じ取れるそんな作品に、ね、なってるんじゃないかなと思いますのでぜひ、皆さん手に取ってもらいたいと思います。さあ、ガルニデリアのお二人今後の予定もちょっと聞かせていただきたいんですが、はい、さっき2月11日にライブがあるとかって聞きましたけども、はい、2月11日に、リキッドルーム恵比寿リキッドルームというライブハウスでワンマンライブセカンドワンマンライブですね、はい、をやらせていただきます、うん、これ東京ですけどもそうですね、でもねあの、うん、ぜひ予定を空けてね行ってもらいたい。そうですね、うん、でもあのチケットの方はソールドアウトということで。そうか。そうなんですよ、ありがたいことに、はい、そうなんですよ、なので、まあ、また多分近いうちにワンマンライブ、うん、3回目のねワンマンライブもあるんじゃないかなっていうのもあるので、うん、ぜひまあね近くに来て歌いたいんですけどぜひ、まあ、関西で ね、 関西でね、はい、楽しみにしてます、はい、頑張りたいと思います、はい、でまたそのワンマンライブの時のその暑さとかっていうのはね、はい、あのお二人のツイッターなどなどで、ね、そうですね、あと見れるかなとアルバムの、うん初回版 AB には、はい、あの DVD とブルーレイがついてるんですけど、はい、そこにはライブ映像ワンマンライブのライブ映像が収録されてたりもするので、はい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 、そこで
あの見てもらえると、あ、ガルニエってこんなライブをするんだっていうのが分かってもらえるんじゃないかなって思うので、そこら辺もチェックしていただけたら嬉しいです。わかりました、はい、まあ、そこで予習しといて、そうですね、で次に向けてってことですね、はい、はい、今後の予定についてはホームページもね、ご覧いただきたいと思います。では最後に番組を聞いてるリスナーに元気が出るメッセージお願いします。はい、3回目のチャージ出させていただいて本当にありがとうございます、はい、私たちこれからも、まあ、勢いのあるサウンドで、今年も攻めていきたいなと思ってるので、うん、皆さんの力になれるような楽曲をたくさん作っていきたいと思ってます。ぜひライブにも遊びに来てください、うん、お待ちしております。はい、はい、そうですね、あの本当3回目ということで、あのパイセンが本当ガンダムオタタっていうことも聞かせていただきましたし、ね、はいはい、もっともっと仲良くなれると思っております、はい、今後のこともよろしくお願いします。はい、では曲紹介お願いします。はい、ガルインデリアでラム、今日はガルニデリアのメイリアさん、そして徳さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。